第10章男の値段。お、なんかいいタイトルやな面白そう、この章面白そう。まあずっと面白いねんけど、あ、病院か、あれ寝てんの立花さんかなぽいな。まあなんかしんどそうやったもんな。ん、大丈夫なのか立花は。大丈夫じゃないやろこれ。とりあえずはね。あ、大丈夫な。ここだけの話、社長はずいぶん前から腎臓をやられてんだ。腎臓やられてんねん。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。なるほど。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。その情報いらんな別に。語りの話には聞こえねえな、うん、昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきです。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。なるほどね。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。もう立花さん一人でやってまうってことか全部。それでこれからどうする。全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここは神室町の中で唯一登場会の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。アジア街ね。聞いたことないか。アジア街。この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。最初から教えてくれや。あんたらそんなとこにも顔が効くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。あら、そうやったっけ。え、俺たちはもともと在日中国マフィアだ。はあ。だからここも闇医者だよ。また闇医者出てきた。真っ当な病院にはかからねえからな。こっちも闇医者か。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。つつましくに聞こえへんねんけど。みかじめの時点では登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知ればアジア街は登場界の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどもうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ。さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你、要你把那日本人也带去。ジーダオラ、何か問題か。あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。歓迎されてるわけじゃないんか。まあそらそうか。あまり歓迎ムードじゃねえよ。まあそらそうよなこのビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。なんかいまいちオーダー信用できひんねんな何やろな。なんなんやろ。なんでなんやろ。あれか、お前試させてもらうっつって、キリュウさんの、ああ、コウモリや。あれ、コウモリの入れ墨やん。あれ？え？いや、コウモリの入れ墨の件でもう、全部持っていかれてんねんけど。それじゃ、顔役のところに向かうが。勝手に変なところ歩き回るなよ。
うろちょろしてると面倒なことになるからな。あれそうな。さあ行くか。ああもうこれついていくってことか。アルツ、うん、アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる、うん、ここにいればまず安全のはずだ。お前も堂島組にボコられたもんな。筋を通せってことなんだろう。なるほどね。多分な。あこのまま、まあ、ついていくんか。うん？立华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？おお、ヤクザちゃうって。やめたってヤクザ。ソロジェリー、大変めよ、残心実数。ちゃんと中国語やってんねんな。这点你们也应该很清楚。喂，尾田，你听到我说话吗？めっちゃ綺麗さのことで揉めてるやん。助手中元、陳先生、ソジュフは、你别管我吧。ほっといて。你可别得意忘形啊，尾田。立华不动产的人就是以为万事都。うるせえな。タックルかましときました。小田さんどうですか。タックルかましときましたけど褒めてくれないっすか。逆に怒られるか。あまあまあでもそうやな。あれ今のはなんだ。ああ気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。めっちゃ嘘つくやん。でも信じねえか。そうだな。まあ信じひんな。あそれより顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。うん。ああ、わかった。わかった。え、どうすんの？あれ？ここだ。お前も入ってくれ。はあ、俺が近づくの待ってたのね。なるほどな。いらんことしてたってことか。なんか中華料理店やんけど。武器売ってそう。これが顔役？顔役っぽーい。眉毛まで白いですよ。チェン先生、ジェイウォークーレン、スー、ルーベンレン、ニブザイ、ヨン、ルーベンイウバ。うん、しゃべれ、お前。こちらはアジア外の顔役で、チンさん。チンさんね。チンさん、こちらが。キリュウカズマさんだね。めっちゃええ声。元堂島組。すげえ声。何？陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。おお。立花不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。なるほど。アジア外に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。あ、そういうこと言ってくれんねや。とはいえ。これでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。うん。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流されやがて我々は地下に押し込められた。キリュウはその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。嘘つけ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。うん。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。そんな暇なかったもん。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。殺されるよ。それに我々は別に困らない。まあそらそうやけど。待ってください。立花不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上での立ってのお願いです。おだ取引は対等なものだった。
こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。おたごめん、信用できんとか言って。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。なんやこのジジイ。まあわかるけど、他に何が必要です。言ってください。まあアジア外守るためなんやけど。あ、でも立花さん来た。礼儀を忘れて交渉はできませんよ小田さん。立花さん、社長。たっちゃん、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上、そのことをわきまえておくべきです、うん、ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長、どうすんの。小田、もういい。事情はよくわかった。俺はよそに行く。どこ行くのよ。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。なやこのジジイ。いえ、お気遣いなく。あれでもほんまにあかんかったんや、アジア外。まあでもそっか、マイナスしかないもんな。だってアジア外からしたら。どうすんの。すみません桐生さん、私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。まあ昔のことはあるからな。風の上さんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。なるほどな、うん、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。西公園、あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一坪の方はどうなってる。持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。了解。この寒空に野宿か。きついな。かける言葉が見つかりません。まあ、贅沢。でもまた放り出されんの。なら、あんたも一緒にどうだ。何の誘い。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備。準備なんだ。またでも一日。大したことじゃありません。伏せがなあかんの。そっか、きつ。それじゃあ明日だな。明日か。ええ、それではまた。ああ、なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。なるほどね。昨日あんだけ頑張ったのに。立花不動産、立花は、西公園に行けと言っていた。アジア街を追い出された今、行く当てなんてどこにもない。とりあえず行ってみるか、うん、西公園へ向かえ。まあ向かうか。じゃあ、え、もうすぐやん。え、でまあ今サブストーリーできんのかな。あー、でもびっくりマークついてないか。ついてないな、うん、なんか防がれてる。まあここは一個あるけど、まあでもとりあえずこれはそのまま行った方が良さそうやな。ちょっと待って、でも修復パークに誰かおるぞ。あ、これあれや、しのぎのやつや。ちょっとぶっ倒してくるわ。倒したんで、ほな。あれ、もうめんどくせえ、めんどくせえ。よいしょ。これでええんかい、お前ら。まあいいや、行こうか、西公園入る。ああやって回避できんの、でもありがたいっちゃありがたいな。そしたら西公園来たけど、まあ特に何もなさそうやったからそのまま進めるけどさ、不動産進めそうにないからだな。神室西公園、ここが西公園か。一晩どこか寝られる場所があればいいが。
よ、まだ朝やけど、昼やけど。え、このまま探すってこと？あ、セーブポイント1あるね。で、これ何や？これ何？あ、なんもないんか別に。どこやろ？どこ行けばいいんやろ？こんにちは。こんにちは。別に喋れそうにないな。これドラム缶はあれか、焚き火代わりにしてんのか。栗原太一さん、32歳の遺体。ああ、あれか。栗原太一ってあれ？最初、キリエさんがぶん殴ってた人らやんな。これは？お？よう、あんた。よう。ん？忘れたか？この間、酒をおごってくれたろ。ああ！それであんたに、立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。おったね。ああ。確か、第三公園であったな。だいぶ最初やの。そうそう。思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる。家がなくなってな。うん。あんたらと同じだ。焼かれました。なんだ。それじゃお仲間ってわけだ。ああ。あんまり親近感わかんでほしいねんけど。今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ。そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。マジで？ただ襲ったりすんな。俺はそっちの毛はねえんだ。おいやめろ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。ほんまにバカ言うなよ。俺のねぐらはすぐそこ、あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。いいお城やな。一泊10万でどうだ。すげえなお前。はあ？なんてな、冗談だよ。笑えへんわ。引いちゃった。また酒をおごってくれ。うん。すまねえな。ありがとう。まあ7億持ってるから10万ぐらいええけどさ。7億ぐらいあるよな今。7億ぐらいあるよな。え、どうすんの？え、このまま入ったらいい。今特にやれることないよな。うん。セーブポイントやったり。うん、まあこのままじゃあ進めようかね。このパートは見る。はい、ホームレスがいてねぐらだな。確かにここなら寒さがしのげそうだ。まあもう休もうか。うん、このまま進んでいいよな。これは今日はもう休むか。うん、あ、大丈夫、これでショーの最後までいかへんよな、さすがに。夜めっちゃお腹鳴ってもうた。おら目障りなんだよ、てめえらどっか行け。あ？なんだ。なんや。ん？おい、あんた起きろ。どういう状況やろ。くそ、やつらだ。堂島組。堂島、何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。しょうもねえ。ホームレス狩りかい。おい、そこにも二人いるぜ。ホームレス狩りの少年。へい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 。野球やってんのか。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。あ、こいつら芝生ってことか。ここにいんだから同罪だよ。同罪。なんなんこいつ。逃げんなよ。普通に飛び蹴りされたな。やめろ。何命令してんの。やめてくださいだろ。そこの敬語何の意味。おお。まあやるよな、キリュウさんは。そらーな。なんだこいつ。ああ、やってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両、一車両。昨日覚えたんか、一車両。どうしようもねえガキどもだな。同い年くらいじゃん。そうです。僕らガキの未成年です。人殺しても罪になりません。いや、罪にはなるやろ。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思って。罪にはなるって。
世の中そんなに甘かんねえぞ。てか一生背負っていく覚悟あんのかこいつ。俺らとやる気かよ。バカなんやろな。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。ダメ。そろそろ本気でやっちゃう。ダメダメ。一遍人が死ぬとこ見てみたかったしさ。なんでそうなったの。なんで見たいと思ったんやろ。その辺詳しく教えてもらおうじゃないか。よし、じゃあやるか。こういうやつらはな、もう徹底的にやる。おお、でもワンコンボ強なったわ、ほんま。よいしょ。もう一発もらうのもしゃらくさい。あー、いた。あれ、そんな今俺キューティー失敗したんか。もう一回やろう。あー、丸間違えた。あー、キューティー間違えるわ。よいしょ。ワンコンボの方があれやな、食らわせれんな。じゃあ最後どう。いや、キューティーどっちもミスったら何やったんやろ俺。ちゃんとどっちも間違えたな今2回。何だったよこれ。ふざけんなよ。ふざけてんのお前や。やめろよお前。こんなことしてただで済むと思ってんのかよ。こっちのセリフや。何がどうただで済まねえんだ。うまかったよ。悪かった。だからもう許してくれって。反省しないやろこいつ。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。そうやな。あれ、バット持ってるやん。おっちゃん。なあ、これ君んだろ。怖い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 。入り怖。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよ。怖いってちょっと。やめろ、やめろよバカ野郎。バカはお前や。し、もうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。あら。やっちゃった。あれ、おっちゃんやっちゃった。やった。頭かち割っちゃった。スイカ割りしちゃった。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。命奪ったんちゃう。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。ゴリゴリなりってなってるやろな。そういや、まだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生です。桐生さん、そうか、やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ、ここにはもうあんたを売るような人間はいない。まあさすがに分かられてるよな。貸し借りにうるさいんだ。うん。そうか。まあ安心できるっちゃできるか。お、朝なったね。一等番しのげたんかなこれで。おはようございます。よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。堂島組。客？堂島組か。いや、立花不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。できる男。そうか、すまん。そいつは今どこにいる。公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。うん、立花が迎えに来るって言ってたな。公園の出口に行ってみるか。立花さん自身が来へんやろ。おだ来るとしたらおだよな。でもいや、あのホームレスのイベント行った。まあまあホームレスたちの信頼勝ち得たっていう面では大きいかな。確かに。あー、まあとりあえずでもこのまま行こうか。あれ、てか俺サブストーリーやる暇ないなこれ。あー、おだ。よ、桐生くん。おだ。おだくん。あんたが迎えの人間か。
まあ意外に熱い男でなんか安心したぞ俺、まあ、夕べはゆっくり寝られたか。寒かったろ。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は何、なんかアメリカ人みたいな会話。社長は今あるところでお前を待っている。どこ？あるところ。どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。まあ行こうか、このまま。うん、別に今サブストーリー挟む必要性全くないもんな。まあ行こう。ああ、頼む。ああ頼む。頼むわ。それじゃあ早速出発だ。出発進行。ん？どこ向かってんの？今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。うん。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。まあそらそうやな。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？どこ行くん？言わなくてもお前にはそろそろ分かる。言ったらええやん別に。もったいブラント。高速乗ってるっぽいな。でも、うん、あれはハイエースってやつか。あんま詳しくないけど。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。